岸田総理大臣はアジア安全保障会議で演説し海洋進出を強める中国を念頭にインド太平洋諸国に対する20億ドルの支援を表明しました今後3年間で少なくとも約20億ドルの巡視船を含む海上安保設備の供与や海上輸送インフラの支援を行う また岸田総理は日本、アジア、世界に迫り来る朝鮮危機にこれまで以上に積極的に取り組むと訴えその上で平和のための自由で開かれたインド太平洋プランを来年春までに示すと表明しました質疑応答では日中関係について対話や意思の疎通により少しでも信頼関係を作っていく努力をしていきたいと述べました。